はい、じゃあドッグやつでっかりやっていきたいと思います。だいぶ久々ですね。また2月19日最後。今日3月5ですね。時の流れやばくない？この間撮ったばっかだと思ってた。やばい、続き届かなきゃと思って、びっくり。もうちょっと頻度上げたいですね。前回はそうだ、街に戻ってきたんだよね。で、家に行けばいいんだよね、とりあえずね。かわいい。おうちって表記かわいくない？よきよき。どうでしょうか、治りますか？何、ダメ？残念ながら私にはどうにも。なんてことでしょう。病気の進行を遅くすることはできるかもしれませんが、治療法がありません。おばあ連れてきた方がよくない？あんな頑張ったのにね。そうだ、あるぞ。もしかしたら効くかもしれない治療法が。何？いいかい、ワンコ島には伝説の花と呼ばれる、どんな病気でも治る花があると言われているんだ。どんな形をしているのか、どこにあるのかもわからないけれど、島のどこかに確かにあると言われている。それしか治す方法はない。なるほど。ダメよ、父さんがいなくなってお母さん一人ぼっちで生きていけないわ。そこは諦めて、お母さんがしっかりしなきゃね。そうよ、来なさい、言ったわんこ島に。差し出がましいようですが、病気がこれ以上進まないように私がこちらに残って看病いたしましょう。いけませんわ、病気に苦しむわんこを医者として見捨てるわけにはいきません。それにゆうたは命がけでわんこ島にやってきたのです。その熱意に応えなければ私の男が立ちません。ぜひそうさせてください。ご迷惑でなければお願いします。よかったね、不祥ポータン。命にかけて病気の進行を食い止めてみせます。素晴らしい。オッケー、探すわ。多分なんかヒントはおばあが持っているんではないかと踏んでるんだけど、どう？また行くんだよな、一人だけな。奥さん心配いらねえよ。俺も船の連中もユタをてめえのガキみてえに気に入ってますんで、今度はちゃんとワンコ島まで送り届けてみせます。大丈夫、途中でまた帰るって言わない？あ、かわいい。友達たちは一緒に行くとかない？あ、かわいい。可愛すぎるでしょ今の。ずるいわ。帰りなさい。どうだった？伝説の花？お兄ちゃん知ってる？伝説の花ですか。確かにどんな病気も治す力があると言われています。しかし本当にそんなものがあるのかどうか。兄は若干懐疑的なのです。でも今はその伝説の花を探すしかご家族の方を治す方法がないんだから、とにかく何とかしなくちゃね。そうね。そうは言っても妹よ、言い伝えや昔話、民間療法の類はの知識の範疇にないのです。だからおばあじゃない、やっぱり。民間療法、そうか。兄はピンときましたよ、ひらめきましたよ。その前の私はひらめいてたよ。この島には薬草や民間療法に詳しいワンコがいるじゃないですか。なんでハテナなの？シャマンおばばです。何か知っているとしたらシャマンおばばが以外に考えられません。 OK。 そうなの。でも私とおばばの中だったら夜行ってもなんか大丈夫そうな気もするけどね。そういえば前に植えた妖精の木はどうなった？確か植えたのは村の真ん中の広場だぜ。見る見る広場ね。
あ、ちょっと大きくなってない？どうやら女王様の言われたことは本当だったようだぜ。かわいい。妖精の木は感謝の気持ちで育つんだぜ。俺たち何度か困ってるワンコを助けてあげただろう。したら見れ、妖精の木が大きくなってるぜ。妖精の女王様の言いつけで、こいつが完全に育つまで俺は妖精界に帰れない決まりを。でもこの速さなら言えるぜ。俺が妖精界に戻れる日はそんなに遠い先のこっちゃねえぜ。帰れるといいね。家の場所をいまいち覚えてないんだけどさ、こっちだったよね。ここだここだ、はい、例えばなんか悪ガキみたいなやつらはどうなったんだろうね。この島にいたね、なんかいたよね。歩こうとかわいい。しかしあれだな、おい。何？まあ聞けや。そもそも俺がこっちに来たのは。何？教えてくれるの？え？待って、ジョーでかくね？ペタシ、よく聞きなさい。そなたのいたずらには皆が困っています。妖精界の門に落書きをしたり、妖精の木の苗をすべて引っこ抜いてしまったり。怒られても次から次へと。どうしてなのです？なぜなのです？何が不満なのですか？黙っていてわかりませんよ。妖精界は俺が欲しいものをくれねえから。俺は嫌われ者の鼻つまい者のと言われてもいたずらをやめるわけにはいかねえんだ。でなきゃみんな俺なんか最初からいなかったことにしてすぐに忘れちまうだろうが。なんと愚かな振る舞いでしょう。もはや私の心は決まりました。女王としてその後妖精界から追放します。ワンコたちのもとに行き奉仕活動をしなさい。多くのワンコがそなたにを心から感謝をするまで妖精界に戻ることは許しません。てなわけでワンコの世界にやってきたわけだ。誰かに感謝されるようなことをするなんてめんどくさいし恥ずかしいと思って今まで何もしてこなかったけど、実際誰かにありがとうって言われるとあれだな、悪くないもんだね。ね、素敵。まあでもちょっと妖精の女王様ちょっと感じ悪くない？音でかくない？本当このゲーム音量バランスがちょっとおかしいと思うのよね。読むあげたことだし、早速、もりもりの森にいるシャーマン、おばばの家に向かおうぜ。覚えてるよ。何言ってんのよ。そこなくっちゃ。もちろん、シャーマンおばばの家がどこなのかわかるよね。覚えてるよ。プレイするのは本当に久々だけど、全然覚えてる。大丈夫。うん。任せてって感じ。覚えてるんだろうって感じだよね。いや覚えてますよ。こっから行ってね、下の方に行けばいいのよ。下っていうか右だよね、うん、よいしょ。意外と近いのよね。豊かい、今日あたり来るじゃろうと予感がしておったよ。伝説の花じゃと？あらゆる病気を治すという魔法の花じゃな。伝説の花はあらゆる命の元となったエネルギーの結晶、大自然からの贈り物じゃ。その昔伝説の花はあちこちに咲いていたという。へえ。じゃが時が経ち、ワンコが自然に対する感謝を忘れると。
伝説の花も見つからなくなってしまったと。ババアのババ様がそのまたババ様がだすごくない昔すぎない？まだ残っておるとすればワンコ島にあると。ババアのババ様はそう言っておった。ババも長いこと探して歩いておるが ついぞ見かけたことはないわい。ババのババ様がババ様のババ様から聞いたところでは、あらゆる匂いを嗅ぎ分けるクンクンマスターになれば伝説の花の匂いを見つけることはできると言うておったそうじゃ。なるほどね。あらやだ、修行だって今からロードに弟子入りするとええじゃろう。ただしロードに弟子入りするためにはその資格を証明するために弟子の証というものを持っていなければならん。まずはどうにかして弟子の証を手に入れることじゃな。どこにあんのそれは。そういえばイールーに修行のために集めろって言われたものって確か、え、ロードの弟子になるために必要な弟子の証ってイールーが持ってるんじゃねえか。ちょっと整理しようぜ。お前んとこのチビの病気を治すためには伝説の花、伝説の花を手に入れるためにはクンクンマスターになる、ロード、まあだからイールをちょっと問いただすしかないわね。ちょっとって、イールってどこにいた。あの入り口だよね。入り口だからどう行くのが一番近いんだ。一回島じゃないわ、町に戻った方が早いか。そうだね。大変よ、もうお使いがね。ただまた何か探せって言われるのよきっとね。そんな予感がひしひしとするわね。あの豚ちゃんは本当なんだろう、捕食していいのかな。よくないよね。まさか彼がそんな重要なキャラだったとは。どうした？つまりロードに会いたいと。そのためには弟子の証が必要だと。弟子の証と証のかけらには何か関係があるのではと。証のかけらとは弟子の証をいくつかの部品に分けたもの。すべてを集めると弟子の証となる。そして弟子の証があればロードになることができるのだ。俺様こそはロードの弟子なのだ。ああなるほど。めっちゃ笑ってる。いや、わかるけど。何度も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 。まあもうここはでも言うこと聞くしかないわね。左絵を探すのだ。森森の森にあるはず。なるほど、そっか、もう結構な数集めてるから、あと森森の森にあるやつを手に入れれば OK ってことね。よしよし、結構すんなりだって、よかった。なんかさ、今から何個も集めろって言われるのかなと思って、ちょっとやだなと思ってたんだよね。サクッと見つけましょう。こっちっぽいな。ヘビいるよ、気をつけて。ぽいぽい、こっちっぽい。この辺だと思うんだけど。あれ？どこだ？
なんなくない？多分この辺。いや違うのかな。地味にむずいやないかね。この辺だと思うんだよ。この辺が一番ほら光ってるよね。ほら、絶対この辺だよ。これ下とかかな、もしかして。あー、なんかその可能性もあるな。上にないってことは下かもね。下行ってみよう。行けんのこれ下って。うん、大体行けるな。よいしょ、この辺じゃない。あったー。よーし、じゃあ帰りますよかったね、サクッと見つかってね。バイバイヘビ。どっちだっけ、こっちだよね。やっぱこのね、尻尾の振り具合が本当に可愛いよね。すごい勢いで振るじゃんっていう。ロードってどんな犬なんだろうね。可愛いのかな。なんか微妙な犬嫌だよね微妙な犬取ってきたよ。ついにやりやがった。またくお前ってやつは俺様の言うことを真に受けて疑いもせず、よくお前ここまで自分以外のワンコをまっすぐに信じられるもんだな。こっから俺様の悲しい過去について一口。聞かないよし、お前合格やった。ロードの道場を訪ねるといい。へえ。いなくなった。へえ、いなくなるんだ。道場なんてあった。ロードロードロード、ここワンコのお家、道場。レスリー、ハンスのお家、ビクトリーダーのアジト。かわいい。待って、邪魔。レスリー、パタパタのお家、ここかな。やけに広いし、喫茶店でした。なんか手紙来てるっぽいんだよね。無視しちゃってるけど。待って、わかんないんだけど、どこ。なくない。ないぞ。ごめんなさい、ないんですけど。すいません、花コレクターのチェリーよ。な、何をしてくれるところなの。はあ、はあ、なるほどね。あ、なるほど、理解した。何をいただけるのかなって。これね、はい、花結構種類あるんだね。
なるほどね。何かくれよ。完成しないとくれないのかな。結構未来じゃない？うん、だいぶ未来だと思う。違うのよ。そんなことしてる場合じゃないのよ。ロードっていうのはどこにいらっしゃるの？ホータン先生もいないしな。誰か教えて。ね、教えて。あ、ズーミ村って何？ここってズーミ村じゃない？地図って出ない？ほら、先にメモ、手紙、やっぱ読んどかないとね、手紙はね。背景ゆうた様、元気でやっていますか？君の兄弟の具合は安定しています。透明のところは大丈夫でしょう。ただいつまでも今のような良い状態が続くとは限りません。一刻も早く伝説の穴を探し出してください。警具。大人ね、ちゃんとしてる。素晴らしい。そうだった、私姉なんだったわ。元気？こっちはいい天気だよ。今日は少しだるいので一日ベッドで過ごした。早く良くなってまたお姉ちゃんと一緒に遊べるようになりたいよ。こういうのもらうと頑張らなきゃと思うよね。地図を見よう。ズーミ村、ここ、そっか、ワンコ村なんだ。ズーミ村ってどこにある？なるほど。行ったことない村に行かなきゃいけないんだ。どこだろう？ズーミ村。ズーミ村。でも確実に行ったことないところに行かないといけないと思うのよ。状態じゃないや。地図で。ズーミー湖があそこにあるんだから、多分ズーミー湖より向こうだよね。そんな気はする。とりあえずズーミー湖にじゃあ今から行きましょう。話はそれからよね。そっか、そりゃいないよな。あの村でずっと探したっているわけないよね、そりゃね。その新しい村にもセーブはあるかな？あるよね。こっから多分さ、どっか村に行けるんじゃないかと私は踏んでいるんだけど、あった、ズーミー村。どう行けばいいんだ？ワニがめっちゃいる。あそこだよね。頑張れ。よいしょ。わ、すごい、ジャンプできるんだ。あ、いけそう。普通にいけるじゃん。よかった。またカバに餌あげるのね。ああ、なるほどね。はい。待って。だってさ。あ、間違えた。だってこれさ、カバの匂い、カバの匂いじゃねえわ。
飛び降り飛び降り、よいしょ、はい、これでいいみたい。これで餌を探さなきゃ。この魚は食わない？食わないよね。よいしょ。絶対この辺にあると思うんだよね、うん、え、この生き物何？なんていう生き物なの？あ、ないし。あ、落ちた。違うな。やだ、カバの餌求めてうろうろするのつらいよね。前回のパートもそんなあったよね。なんかハテナあるんだよな。なんだ？遠ざかってる。ん？お、ローズマリー。さつまいもありませんか？さつまいも。待って、さつまいも全然ないんだけど。どないなのねえ。あっちの方？前ってなんかこのさつまいもじゃなかったよね。なんかもっとしょうもない感じの葉っぱだったと思うんだけど。よし、今のうちに。さつまいも、さつまいも。なんだこれ。でもさつまいものね、匂いはするのよ。するんだけど、するんだけどないのよ、うん、どこだ？こっちって行けんの？行けないよね。積んだ？私まさかの積んだこれ。謎のアイテムはいっぱい拾ってるけど、てか前のカバってどうなったの？まだいるの？まだいるとしたら暇だよね。おるすごいよ。もうこっちさ、カバの匂いしないんだけど。カバが餌の匂い。どこだ？全然わかんない。このゲームって子供向けだよね、多分ね。全然私無理なんだけど。あそこじゃない？ぽいよ、ぽいよ。兄に気をつけてね、うん、ここっぽくない？うん、あ、違うかも。いや、ぽいぞ。なんかある。
なんだこれ、レタス。レタスでよくないカバー。レタス食いなよ。うん、贅沢よ、芋なんて食おうなんて、ほんとに。ねえ、鳥たち。え、なんでないの？ここじゃないの？あ、そっち？そっちの可能性もある？頑張って。うん、ここお墓だよ。カブトムシがいる。なんかやだな、お墓に生えてる芋を持ってくの？申し訳ないわ、ね、このハテナ何なんだろうね。あったー、よし。うわ、ワニめっちゃいる。飛び降りなさい。飛び降りれないみたい。あ、そう。とりあえずワニがいるから。あ、うざ。ちょっと待ってよ、ワニ何こう、めっちゃ近づいてきた。うっとうしい、最悪なんだけど。よし。でもこれ、そうだ。結局、こっからは上げれないんだね。はい。こうで。これで、痛い気なカバを、おびき出して。これ待って、もう一回向こう行かなきゃいけないんだ。いや、まさか芋をさ、取ることにこんなに時間かかるとは思わなかったね。よいしょ。よし。はい。やっぱこの生き物が何なのかはわからないわね。ほいほい、よし、やったね。これで新しい村に。え、かわいい子とかいるかな、ね、あー、なんかチャイニーズな感じね。かわいい。へえ、なるほどなるほど。はい、ということでですね、今回は一旦この辺で終わりましょうかね。このポストでもセーブできるみたいなんで。はい、ということで、次回はなんだっけ誰かに弟子入りするんだよね。はい、ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。